吉野さん、運命があるのかないのか。そうですね、そういったやり取りの後に私もね、必ず聞くことがあるんですよ。で、どうしますってことなんですよ。どうします、運にまみれてないと、時代が悪かったと、日本に生まれてついてなかった、で、あなたはこれからどうしますってことなんですよ。確かに人は不平不満をこう吐露してね、言うことによってすっきりする部分があると思うんですよ。それを遮るつもりは私はないんですね。いろんなご相談いただく中で、私は生活保護だからとかね、私はこれこれが悪いからとか、私はこういうふうな過去を持ってるから、さまざまあるでしょう。それは一通り私は受け止めたいと思います。それを鑑みて、これから何をすればいいかってことは私はすぐに頭の中で整理します。ただその回答をすぐにお伝えするんではなくてね、こうやったらいいよ、あったらいいよって言っても全然耳に入んないんですよ。これ吉谷さんも感じることだと思いますけども、相談してくださった方にこちらからね、いろんなアイディア提案しても届かないんですよ。まあ、ですので、どうしますって聞いてあげて、その本人にね、こういうのはどうでしょうかっていうふうな、その案をね、策をいろいろ出してもらって、それに細かい修正を加えるっていうことによって、私はね、その人の能力を最大限に引き出して、その人の自発的な、いわゆるね、モチベーションをね、こう喚起することができると思ってたよね。で、私がこうやったらいいよ、ああやったらいいよ、それはダメだよ、それはダメだよっていうふうにやると、依存体質から抜けられないのと、自分で考えたことではないから、やらされたとかね、買わされたとかっていうふうになっちゃうんですよ。ですので私は必ず、どうしますって聞きますよね。どうします、なんとかやってみたいんです、どうすればいいでしょうかって聞きますよね。どうすればいいと思います、聞きますよね。とりあえずお金を稼いで自由な時間をたくさん作ってって必ず言います。じゃあどうやったらお金をたくさん稼げますかね、どうやったらいいんでしょうかって聞きますよね。お金を稼ぐってどういうことだと思いますって聞き返します。久保さんがいつも言うように、商品を作って集客をして、目の前の人にそれを販売するってことですかっていうふうに、時間をかけてゆっくりとその3つの要素を引き出しますね。あなたはどんな商品を持ってますかって聞きますよね。これといって特に商品はないです、そんなに人に誇れる経験もないしとかね、言いますよね。ではですね、何も過去に経験も何もないんだったら、今日からどうします、今日から商品作ってもいいんですよって聞きますね。それは分かるんですけど、今すぐにお金が欲しいんです、今すぐに自由になりたいです、今すぐにそうなりたいって気持ちは分かりますけど、今すぐになるそんな方法はないんですよ。チチンプイプイって魔法があるわけじゃないですしね。で、先ほど気づいたように、今まで何もやってこなかった、誇るべき経験がない、特殊な能力がないっていうことが今日を作ってるんですよ。ということはどうしますってことなんですよね。今日からやれば何かが生まれるんですよ。今日から何をしますかってことですよね。はい、ということでね、この前提をもとに、半年前、生活保護の方が何名か私のところに相談に来てくださいました。ちょうど特別定額給付金の第2弾10万円の支給がされるかされないかっていうところで、大いに国会でも議論になっていたことと、そして私がですね、そのことを放送し続けた時です。まあ、もちろんこのテーマにすれば、チャンネル登録が増えて多くの視聴者さんが集まってくることは分かっていました。その中で私が何がしたいかっていうと、単なる再生数稼ぎではないんですよ。再生数確かにね、稼げた方がいいんですけども、なんでチャンネル再生数が稼げた方がいいかっていうと、私がお手伝いできる人がその分だけ増えるからなんですよね。再生回数が増えて広告料が10円上がった、20円上がったみたいなところで喜ぶような、そんな非効率的なことはしません。考えの浅い方は、再生数稼ぎですかって聞くんですけども、確かにそういうことはあるけども、再生数が万とか10万という単位でね、変わるんだったら再生数稼ぎですけども、そんなね、10や20上がったところで再生数稼ぎというふうな評価をされるようなね、ちょっとね、寂しいなと分かってないなと思うところですよね。で、その時に私がいろいろとやり取りしてですね、お弁当を作って儲けた人がいるっていうのはお話しましたよね。それは現在進行形でございます。まあ、今月もね、しっかりと売り上げ立ててくれてると思いますけども、これ以上その方について言及することはいたしません。事情はですね、やっぱり生活保護を受けてらっしゃる方なんで、そのどういうね、収入形態にしてるのか私は聞いたことがないんで知りませんけども、万が一その方が私がね、放送し続けることによって何らかの不利益とかストレスを感じてやめてしまったらいけないので、これからね、求められない限りはその方についてお話しません。その代わり、もう一人の男性の事例をお話します。この男性は65歳です。
65歳で生活保護です。で、その方が言うには大した経験もないし、まあ何もやってこなかった。で、日雇いの仕事みたいなことを続けたり、正社員になることはあまりなかったって言ってましたね。なってもなんか半年ぐらいで辞めたとかね。何事も続かなかったんですよ、その方も。じゃあ他にどんなことができますかっていろいろ聞く中で、まあ随分昔だけども、中学生の頃に、まあ、運動部に入ったことがあったって言ってたんですよ。ね、運動部。何の運動部か私はちょっと聞きそびれちゃったんですけども、運動部に入って毎日ね、声出しと基礎体力づくりをずっとしてたと。それが嫌でやっぱりやめちゃったって言うんですよね。うん、続かない人だったんですよ。ただですね、なんかこうラジオ体操を覚えてたらしいですね。ラジオ体操は今なんとかできるみたいです。で、たまにお住まいのね近くの公園でラジオ体操をしてるそうなんですよ。そういう話をしてましたんでね、私は一計を案じました。そこでどういうことをするかというと、まあ、その方にね、私の持っている空手着を送ったんですよ。使い古しのね空手着を送って、サイズもわからなかったんで適当に送ったんですけども、多分まあまあブカブカながらあったんでしょう。65歳っていうと私の身長よりはちっちゃくなってると思いますんでね、ちょっとブカブカだと思いますけども、まあなんとか着てくれたんじゃないかなと思います。もしくは私のアドバイスしたのは、これが大きかったら下だけ履いて上は T シャツかなんかでいいですよと、必ずしも道着の上着を着ることはないですよっていうことを話したんで、もしかしたら T シャツかなんかで上はねやられてるかもしれません。さあ、その方がね、その空手着を着て何をやってるかってことなんですよ、ね、私がアドバイスしたのはラジオ体操もどきでいいからラジオ体操やっといてくださいと、公園でずっとやっといてください。ただし私の送った空手着を着て張り紙を1枚してくださいと。ね、わんぱく空手道場。ね、これですよ、わんぱく空手道場、うん、500円。ってやつですよね。これをやってもらったんですよね。それをこういう紙に書いて公園のなんかブランコかどっかにペタッと貼ってですね、入り口に。本当は公園内で営業活動しちゃいけないらしいんですけども、まあなんか田舎のね公園なんで、特にね取締りや見回りがあるわけでもないし、まあ試しにそういうアイデアをお話ししました。まあやってたらしいんですよ、ずっと。毎日じゃなかったんですけども、まあほぼ毎日行ったそうです。で、道着を着てラジオ体操しながらね、もうその頃寒い中で息白い息吐きながらやってたらしいんですよ、ラジオ体操して。で、それで、つい先日なんですけども、あれからどうなりましたっていうふうにメールをね私送ったんですよ。そしたらその方は非常に言いにくいんだけどもっていう前置きでねメールを返してくれましたね。非常に言いにくいんだけども、500円はいただけなかったけども生徒はできましたって言ってました。っていうことは、わんぱく空手教室500円って書けなかったんですよ。500円とは書けなかったんですけど、わんぱく空手教室無料とか書いたんでしょうね、なんかね。無料と書いたかどうか分かりませんけどね、まあわんぱく空手教室は最低書いたらしいです。要するに商品名書いたんですよ。で、ラジオ体操してるだけで空手の方なんて一個もやってないんですよ。まあでもね、保護者の方とお母さんみたいなのとね、なんか来て、まあ、公園でその姿を見てるわけですよ、うん、で、田舎の公園なんでそんなに人数多くないですよ。で、本当に一組とか多い時で二組しか公園で何かやってるお子さんいらっしゃらない、保護者の方とね親子はいらっしゃらない中で一人だけこうやってやってるんですよ。まあでもね、なんか少なからず生徒さんはついたみたいです。ただしちょっとねギャラをもらえなかったみたいですけどね。それでやってるのが、まあ、毎日ね保護者の方が公園に来るわけではないんですけど、来た時にじゃあお願いしますって言って、まあ、保護者の方もそこいるんですよ、現場に。で、一緒にラジオ体操とか、ラジオ体操の真似事とかね、屈伸運動とかね、それから軽くジョギングみたいなことをしてたみたいなんですよ。そうするとちっちゃいお子さんね、おそらく4歳か5歳ぐらいなんじゃないですかね、小学校に行ってないお子さん預かったって言ってたんでね、まあなんかウォーウォーと喋りながら、なんか掛け声をかけながらね、こう月の練習とかをね一緒にしてたらしいんですよ、うん、なんかそれがその方のなんか自分の生きがいになった、やりがいになったって言ってましたけども、同時にですね、
反省してることがあったらしいんですよ。それは久保さんの言うように500円とかね書けなかったことで今更金額つけられなくなっちゃったっていうことでした。だから言い出しにくかったらしいんですよ。せっかくアドバイスいただいてこんなんで私なんかにね空手の経験もないのに空手道場に入門を進めてくるような親がいると思わなかったんだけども実際来ちゃったと。でしかも無料ってことにしてたらしいんでね、要するにお金いただいてないって言ってたんですよ。看板にどう書いてたのかちょっと言ってなかったですけどもね。まあでもよかった、集客には成功したんだろうなと思います。でなんで集客に成功したかっていうと、何ですかね、65歳まで一回も考えたことがない空手の先生になるみたいなことを私に言われてですね、道着を送ってもらって私からそれを着てなんかやってただけなんですよ。でもそれっぽく見えるんですよね。結構見てくれはね、ちょっと写真送ってもらったことないんですけども、本当は老いぼれで武将髭生えてるみたいな感じだったです。まあでもなんかそれがね逆になんか空手の師匠みたいな感じでね、昔のカンフー映画の先生みたいな感じでよかったのかなと思いますけど、まあ何がね幸いするか分かんないですね、うん。まあただねその方ねやっぱりね家の中にこもってるっていうよりも外出が結構されてたみたいで、その近所の方からは あの人ねみたいな感じで名前わかんないけどあの人ねっていう風な認識があったみたいなんですよ。要するに露出があったんですよね、うん。で YouTube で言うといっぱい動画上げてたらしいんですよ、うん。だからいつもブラブラ歩いてたのか、うん、まあ、外にいるのが好きだったんですよね。座り込んでどっかにいるかみたいなね、うん。まあその中でラジオ体操みたいなことを道着着てやってるもんだから、あ、空手をやってた人なんだみたいな感じで勝手に考えてくれて、でうちの子ちょっとやらしてみてくださいみたいな感じで生徒さんがついたみたいですね。何人かも言ってなかったですね。なんかいろいろとね、なんか言わないんですよねそういうのね。言わないから次のアドバイスがすごいしにくいんですけども、でもすごいなと思ったのは、65歳でね、生活保護でね集客成功して実際に空手教室を65歳からスタートしてるっていうのがいいですよね。まあ、私の入れ知恵があったのもあったんですけども、でも同じことを言ってもやらない人が大半ですからね。やれば何かが起きると思うんですよ。でこのあとそこに後から有料課金していくのかなんかね、方法はいくらでも取れるんですよ、集客ができていれば。でもう生徒さんが懐いちゃってればね、ますますいいですよね。小学校になったらじゃあごめんね月に1000円もらうよでもいいですからね。保護者の方も確かにねって、今までずっと無料で子供見てくれたし、1年経ったらねその子もだから小学校入ると思うんですよ。1年か2年で何歳かちょっとね分かんないですけど、4歳か5歳ぐらいだというふうに私もね、やり取りから推察するんですけどね、少なくとももうちょっとしたら小学校入るでしょうということなんで、そこまでずっとその空手教室にたまにでもね保護者の方と来てくれるようだったらきちんとした信頼関係を持てて、で空手はね教えられないですけどね、でもなんか基礎運動はできるんじゃないかなと思うんですよ。なんかジョギングみたいなことしてみたりとかね、月の練習してみたりとかね、だからできることをやればそこに何かが生まれるかなっていうところですかね。まあ、私ね生活保護の人を稼がせることが結構できるなと今思ってますね、うん。生活保護の人が、まあ、所得の問題とかあるんですよ。所得合算されちゃったりとか生活保護費をね天引きされちゃったりとかする問題があるんで、でまあ、ここからは今までお話した件と違うんですけども、生活保護の方がこっちで2万円稼いだら生活保護費が2万円削られちゃうんですよ。だからおそらく生活保護をしていながら副業されてる方、お仕事をされてる方っていうのはなんか現金茶封筒でいただいてね、で生活保護費が減らないようにそういうふうないわゆる良くないことをしてね、法的にはそうやって所得をどんどん貯めて力を貯めていってるんだろうなというふうに推測します。推測しますし、私がねこうやってアドバイスした方は収入源をどうしてるかを私聞きませんし、いいもしません。ただ副収入というか自分で稼ぐ方法を教えているだけなんでね、うん。だからそれをどう会計処理してるのかは私の責任ではないということでございます。はい、ということでね、今回は生活保護の人2人目ね、まあ収入にはなってないけども集客が成功したってことですよ。集客が成功してない方ぜひねご自身のジャージかなんかを着てね、公園でこうね張り紙をしてねちょっとやってみてください。誰かが来るんじゃないですか、ずっとやってれば 3,4 ヶ月ぐらいやる根性があればね、うん。まあ生活保護の人でもこうやってねなんか新しい手がかりがつかめるんですね。
で逆に私が教えられちゃいましたね。こんなことがあるんだなと。半年前にこれやんなかったら多分ね、ずっとやってなかったと思うね。ずっと気づけなかったと思います。すごいですね。運命宿命どうですかね。どう関係しますか、あなたに。もしくはその運命宿命をあなたはどう使いますか。もしくはどれをどの運命や宿命を使わないでいきますか。いってらっしゃい。